お手元に入学試験要項並びにデータブックの方を用意していただけますでしょうか。私の方からは来年度の、皆さんが受けていただく入試に関してと昨年度の入試について簡単に報告させていただきます。ちょっと時間がだいぶ長くなっておりますので、できるだけ急いでいきたいと思います。それでは、まずですね、日程の方ですけれども、これは統一日で前期が2月10日ということになっております。で発表日がですね、2月12日に、中学校長の先生方にですね、合否結果を郵送するということで、発表に変えます。手続きですけれども、それぞれ宣言一般で決めておりますけれども、公立高校の特色選抜あるいは一般入試の合格発表後というふうになっておりますので、ご確認ください。で、一つ大事なことがございます。皆さんもですね、ご自身が受験されるときですね、もしコロナに感染したらどうしようかとかいうふうな心配をされている方もあろうかと思いますけれどもですね、本校ではもし試験当日にですね、発熱があって受験できない、コロナかどうかわからないという生徒さんについてはですね、2月20日ですね、土曜日に、追試験を実施する予定でおりますのでですね、ご心配いらないかなというふうに思います。ただですね、2月10日から追試までが10日しかございませんので、もしかするとですね、2週間までは外出できないという状況になればですね、この辺についてはまた、中学校長の先生方とですね、協議しながら対応してまいりたいと思いますので、安心して出願していただいて受験していただければというふうに思っております。続きまして、後期ですけれども、これは3月24日に行います。基本的には前期入試と同じ難易度で実施いたします。続いてですね、受験区分ですけれども、本校では前期試験では推薦入試、一般入試、後期試験では一般入試を実施しております。で、推薦入試に関しましてですね、これは宣願制をとっております。で、推薦基準がございます。大雑把に言うと、まず3年生で30日、欠席が30日以内であれば、ほぼ受験していただけるのではないかなと思います。で、変更点がございます。昨年度まではですね、面接をすべてのコースで、受験区分で実施しておりました。けれども、スポーツ推薦宣言のみに変更しましたので、どうも喋るのが苦手だなという方もですね、高校に入ってから訓練していただければよろしいですので、面接ございません。それから、総合進学の推薦宣言の場合にはですね、自己推薦文を書いていただくということもやっておりましたけれども、これも廃止いたします。高校に入学してから文章を書く力、どんどん磨いていっていただけたらというふうに思います。で、一般入試の方はですね、併願制をとっております。で、もし欠席が多くてどうしようという方はですね、一般入試の方ではそういう制限は一切ございませんので、安心して受けていただけたらと思います。推薦入試の基準ですけれども、また担任の先生方とですね、ご相談の上、自分が推薦基準当たるのかどうかというのを確認していただけたらと思います。ただですね、先ほど言いましたように、そんなに厳しい条件は課しておりませんのでですね、安心して、推薦入試を受けていただくことが可能かなというふうに思っております。推薦入試の方の評定基準、細かい数字がありますけれども、担任の先生とご相談ください。基本的に昨年度と変更はしておりません。この表がですね、少し理解しにくいところもあろうかと思いますので、簡単に説明させていただきます。例えば、スーパー特進が第一希望で、例えば、
志望番号3番を記入された生徒さんはですね、自動的にですね、もしスーパー特進、残念ながら得点足りなかったという場合も、自動的に特進の併願の方で合否判定をします。で、それでも不合格、合格ライン達しなければ、総合進学コースの併願の方でということで、志望番号に応じてですね、第二希望、第三希望、専願性、併願性という違いがございますのでご確認ください。ただしですね、ご自身はスーパー特進だけですという方もですね、学校の方で自動的に合否判定を第二希望、第三希望でしている場合がございますのでですね、その辺はどういうふうにするのか、入学するのかどうかというのを検討していただけた。まあ、ぜひ入学していただきたいとは思っておりますけれども、よろしくお願いします。で、スポーツ推薦専願につきましてはですね、若干表現は違いますけれども、体育コースに入りたいのか、総合進学コースで、しっかり勉強をしたいという方で、2つ設けておるということで、特に第1、第2という厳密には分類はしておりません。一般入試に関しましては、こういうふうな形になっております。で、出題教科ですけれども、例年通りとなります。で、特に注意していただきたいのは、先ほど教科の方の説明でもありましたけれども、スーパー特進を希望される生徒さんにつきましてはですね、追加問題がございます。ただし、時間を延長いたしませんので、まず100点の部分を解いていただいて、その後、追加問題を解いていただくということでお願いします。特にですね、ここ回し合格というのはありますけれど、第2希望、第3希望で合否判定をする場合には、この追加の20点は見ません。100点分で、トータル300点ですね。それで合否判定をいたしますので、よろしくお願いいたします。選考点の計算方法ですけれども、そこに書いてある通りになります。ですね。で、注意していただきたいのは、推薦入試で受験していただければですね、仮に第二希望、第三希望になりましても、調査書点25点はですね、満点が25点ですが、これを必ず3倍します。一般入試で受験していただいた方についてはですね、調査書点を2倍にいたします。ということですので、推薦入試で受けていただければ、もし万が一第一で不合格になってもですね、第二希望、第三希望の併願も3倍にするということですので、非常に有利になりますので、ご確認ください。で、3月24日にはですね、残念ながら、例えば第2希望、第3希望になったという方についてはですね、総合進学コースから特進、あるいは特進からスーパー特進というふうにですね、コース変更を希望される場合には、機会を設けております。後期試験と同じ日になっております。で、これはですね、データブックの1ページに載せておりますけれども、ここで注意していただきたいのは、スーパー特進702名中575、随分たくさん落ちてるなというふうに思われるかもしれませんけれども、回し合格によってですね、特進、総合進学の方に合格なさっている場合がほとんどです。で、実数を見ていただきますと、3455名受験で、合格者3452名ということですのでですね、ほぼ全員が合格しております。で、合格されて、もしコースを変えたいということであれば、3月24日に受けていただければ可能ということです。後期試験については、こういうふうな状況になっております。それから次、合格最低点ですけれどもですね、これもデータブックに載せております。これ一番下がですね、昨年の入試の分です。ただし、このスーパー特進に関しましてはですね、調査書点プラス教科点は 120×3、360点満点で、選考点計算しておりますので、お間違いないようによろしくお願いします。で、これがその表になりますけれども、例えば特進の場合ですね、推薦では基準が17以上ということです。その場合ですと、
合格最低点に達するためには6割弱の点を取っていただければ合格できる。で、一般入試になると6割よりも少し多めに。ということで、それぞれの表を見ていただいたらと思いますが、先ほど言いましたように、スーパー特進については120点満点で、推薦では7割弱、一般では7割強必要ですよということですので、よろしくお願いします。はい、ここに書いておりますが、しつこく書いておりますが、まず100点の部分をしっかり解いてくださいということです。で、この表はですね、受験生の方の志望区分によってどれぐらい、どういう成績の方が多いかということです。見比べていただければと思います。これは受験生の推移ですけれども、全体的な中学生の数が減っている中で本校では受験生が増えております。それからスーパー特進、特進のですね、人数の割合です。女性が少ないんですかという問い合わせがあったりしますけれども、女子生徒の数も年々増えております。それから、公立をですね、希望されている方で本校を受験していただく。まあ、もちろん、うちの本校をですね、第一希望という方もおありですけれども、公立の志望者でですね、昨年の入試で辰野高校あるいは市立姫路高校さんを受験された方で本校を前期で受けられた方というのが8割、7割というふうにですね、どんどん増えていっているということです。で、コースについてですね、どのコースを受けたらいいのかということで、この後コース別の説明がございますけれども、一つの目安として、第三学区の方、第四学区の方、公立高校、こういうところを志望しようと思われている場合には、それぞれコースを選んでいただくのが一つの目安になろうかなというふうに思いますので、ご確認いただけたらと思います。で、最後になりますけれども、授業料に関して、今年度からですね、私学助成が非常に手厚くなりました。その関係でですね、最後の資料になりますけれども、例えばですね、授業料無料になったという方が本校では4割近い方が無料になっております。ということでですね、私立と公立、授業料がというご心配があろうかと思いますけれども、最近は本当に充実しておりますのでですね、その辺はご心配いらないのかなというふうに思っております。ちょっと走ってですね、説明させていただきましたけれどもですね、環境は十分整っておりますしですね、費用面でもですね、効率と負けない状況になっておりますので、ぜひとも本校を受験していただきますようお願いいたします。ありがとうございました。